はい、24回と。で、合成はここまでね。ここ過ぎちゃうと、あとはもう大変ですね。なんですけど、まあちょっと合成はできんよな。で、どうする？役目つけてみっか。倒す。しぶといぞー。行こう。なるほどね。にょい棒。あ、待て。にょい棒まずかったか。にょい棒まずかった。よし。よし。で、あ、待て。むくみをつけりゃいいんだよ。何もない。ここにはない。痛み分け。痛み分けか。痛分けはどうする？いらない。いらないつか欲しいが。本当は欲しい。よし、じゃあ続き。行くぞ。店か。いいね。なんていうか、店運がいいんじゃないか。地雷があるな。で、向こうからなんか来るぞ。あ、なるほど。ん？多いな。匂い棒とか使ってみる。え、待て、これは、メッキか。メッキ。なんか来る。あ、なるほど。ちょっと待った。これは匂い棒じゃダメだわ。ちょっと待って、2体相手にすんのか？腕は外してるよね。よし。メッキか、どうすっか。メッキ、三河舎盾に読んでみるか。どうする？ドラゴンキラー、これマイナスやねんか、でも。木の矢は欲しい。木の矢は欲しいな。吹き飛ばし欲しいね。おお、なんかこのゲーム、店の中に運動は少ないですけどね、出ましたね。矢は買っておきます。溶けそう、白黒の草2000。白黒の草2000は、なんだろうな。無敵装出たんだよね。だから俺拾わされてるんですよね。変身の時に愕然としましたけどね。じゃあ、如意棒に読むか。メッキ。これでいいだろう。メッキは陰なのか。陰ですね。よし。じゃあちょっと矢を買おう。矢と巻物を買う。おお。あ、お金結構なくなったな。よし。じゃあ行くか。匂い棒どこまで役に立つかな。こいつは大丈夫だ。あいつにはペロペロ攻めて取られても大丈夫です。三河舎の盾ね。なんかいいやつに合成できればね、鉄鋼だとかいいんだよな。鉄鋼が出ればかなりちょうどいいんだけど。まあもちろんもっと強力な風魔を立ててもいいけどね。当然。あとはグランドカウンターとかね。そういう強力なものが欲しいね。何もないか。居合とか怖いけどな。よし。ま、ちゃんとしっかり探索はしていきたいですね。どうする？こうか。よし。空色の草、識別に入れちゃう。ドラゴン草か。あ、そうだ。俺、サビ分け持ってんだ。忘れてた。だけど、
まあいいか。サビオケは取っておきたいかなっていう気がしますね。ドドロが出るあたりまで、そこまで行ければの話なんですけどね。まあかなり、まあ中層も終わりの、終わりにかけてっていう感じのところですね。ここでちょっと合成できるんだよな。場所外合成したいですけどね。どうするか。とりあえずいいか。保存の壺が少ない、今回は。お、来やがれ。よし、いいぞ。ペロペロされても大丈夫だけに限って、ペロペロしてこない。平気だ。ちょっと待った。こいつは嫌だな。実は満腹度にそんなに余裕があるわけじゃないんですよね。お、おにぎり出た。よかったー。ねえ。変化か。交換。変化。金になっちゃった。あ、これ識別するか。店があるんだからね。だなぁ。これは、ここ階段部屋か。よし。壺割れず。よし。じゃあ保存に。まあ貴重な保存だからな。で、では店まで戻る。居合が出るんだから、ぬいぼうの方がいいか。あ、何やってんの。しぶとい。よし。では。変化ね、これ。こいつを投げる。で、かまいたちの矢いらないか。ちょっと待った。交換。ちょっと待って。ちょっと、ここにあったらダメか。識別しづらいか。識別はいらない。だから、ちょっと面倒だな。ここに何か置いておこう。じゃあ、こっちでも置いとくか。で、よし。じゃあ、秋色の草、識別。300。これは要識別だったか。これは物忘れの可能性がある。で、高飛びそうな可能性もあるんですよね。高飛びそうだったら欲しい。これは、ちょっと待ってください。これはやり過ごしか、手封じか、底抜けか、底抜けか、手封じか。じゃあ、底手封って書いておくか。じゃあ、なかったかなと思うんですよね。多分ね。識別、俺の識別間違ったことがあるんでね。本当に。なんか、上手い人が見たら、何それって感じかもしれないけど。とりあえず、どちらにしてもいらないもんだよな、そこ手札。これ打っちゃおう。よし。で、あとなんだっけ。かまいたちの矢か。これ、変幻に入れちゃった方がよかったか。まあいいか。よし、じゃあ先進むか。如意棒。倒せっかな。よし。あ、後ろから来られて大変なんだけど、これどうするか。場所替え、入れちゃうか。すっげえもったいないけど、巻物になったら。
くそ。うわ、44ポイントか。なに？くそ、そっか、外れることもあるよな、そりゃな。で、おお、これはいい。では、中央。で、これね。こいつ識別しちゃおう。高飛びか。いいな。はいはい。これ開けちゃおうか。どうしたものか。ドラゴンソウはいらないんだよな。ドラゴンソウいらない。でも、欲しいもの3つありますね。ドラゴンソウ以外は持っておきたいから、まだ開封しない方がいいだろう。じゃあ次行きます。25回。ちょっと待ってくださいよ。参ったね。何体起きてるかもわからん。どうするか。組はとりあえず外したいか。なんで装備してるんだって感じだな。何体動くんだ。ちょっとよく確かめろ。よかった。とりあえず真下のやつにはめ殺されるのは勘弁だな。次、上のやつは封印か鈍足かどっちだ。今縦装備してんな。とりあえず、大砲の弾。ん、お、すごいダメージだ。どうするか。で、どうなる？来るな、たくさん来る。数減らすべきか。タコ飛びは、やめた方がいい。右に飛んでもきっと同じだと思う。敵が多くてね。困った時ありますね。まあ、いざとなったらそいつを読むけど、とりあえず、こいつを。斧か。で、次だ。どうしたものか。上のがまずい。上のがまずいぞ。上のやつ金縛っとく。で、次今度こいつ。しぶとい。痛恨の一撃を食らいまくるっていうのを勘弁してほしい。くそ、言った途端これだぜ。で、どうなるどうなる。厳しいか。手打つか。では、一番まずいやつを、金縛るか。よし、じゃあ HP 回復しながら戦う。よし。ふぅ。もう落ち着けばなんとかなるもんだな。よし、じゃあ数減らしていくぞ。ここで数を減らしていて、右から多分ね、敵は流入するんですよ。このマップは。だから、早速来てるな。封印か。口が使えないだけだよな。杖は触れる。とりあえず、こいつ起きるから、こいつを倒す。封印でもら助かるわ。ミノタウロスの斧。こいつを倒してミノタウロスを倒す。回復の剣のおかげだな、これ。で、こいつを倒すと。斧多いね。合成していきたいんだよね。持ってきたいよね、実際。どうするか。金縛りと交換はするけど、これ食べる。あ、そうか。よく見え。罠多いな。罠一応全部出しとこう。剣がある。こっち倒しちゃおう。よし、こいつ空気だな、ほとんど。で、大型地雷と、あっ、くっ
そう。あとは、よく見え。ちょっと罠しっかり出して、あ、木の矢の罠がありますね。で、外す。倒したぞ。いいね。欲しいものがいっぱいあるわ。ちょっと合成とかすっごいやっていきたいんだけど。とりあえず、よく見え。アラームか。じゃあ、罠で矢を稼いでいきます。まあ、じっくりやっていきます。あれ、これだっか。まあ、やんないよりはいいや。で、じゃあ、腹ごしらえと、じゃあ、交換して、装備しちゃおう。プラス2か。ちょっと、なんか呪われたりすることあるんだけどな。だけど一番いいやつを持ってきたよね、できれば。プラス2がどっかにあったな。これか。よし。で、金縛りと交換と。じゃあ、入庫装備して通路を歩く。おお、正解か。はいはい。やばいかな。よし。で？よし、じゃあアイテム確認するぞ。よし、じゃあ罠も確認。ギターン。と、お、盾ある。盾とかおにぎりとかいいね。地雷縄張りか。修正値だけ見よう。プラス1。いいだろう、いらない。プラス1じゃな。ちょっと持ってくのは無理。味方じゃいらないか。で、おにぎり。なんだ。じゃあ次行くか。なんかあんなに斧が出たのに。もっと持ってきたいんだが、本当は。さてと。じゃあ行きまーす。